私、スワン島ナオは、我々スイマス島は皆さんにとっての、国民の皆さんに問いたい、望まない煙を、タバコを吸う人が嫌いですか、迷惑ですよね、答えはノーではないでしょう。なくしたい、なくしちゃいけない。俺らで守ろう、吸える場所、マナー守りましょうと提案、タバコが吸えない世の中は勘弁、迷惑なんですけどかなり、マナー守ってよ愛煙家、俺らで守ろう、吸える場所。これよりスワン島の政見放送を始めます。お話はスワン島党首ナオさんです。私、スワン島ナオは国民の皆さんにお伝えします。皆さんにとっての望まない煙をこの社会からなくしたい。人混みで歩きタバコしてる人がいると匂いや煙が気になるし、吸わない方からすると迷惑ですよね。こちらをご覧ください。実に吸わない人の多くがマナー違反による望まない煙は良くないと答えています。ここでこんなデータもご覧ください。歩きタバコなどのマナー違反による望まない煙を減らすにはある程度喫煙所は有効という意見が多く見られます。そして吸っても良い場所でマナーを守っているのであれば、タバコを吸っても構わないという意見が多く見られます。ここでスモーカーの皆さんに一つだけ誤解をしないでいただきたい。私はタバコを吸うなとか、タバコを吸っている人が悪いとか言っていません。望まない煙や匂いが嫌だと言っているんです。マナーを守ってくれればそれでいいんです。私はマナーを守らないことによって、この日本に望まない煙を生んでいる人に対してマナーを守りましょうと提案しているんです。ということでお願いします。マナー守りましょうと提案、マナー守らないの良くないじゃん、マナー守りましょうと提案、マナー守らないの良くないじゃん。どこでもぷかぷか吹きだまり、望まない煙好きじゃない、外れた常識振りかざし、迷惑なんですけどかなり、別にタバコを吸うのは構わない、マナーの違反がバカバカしい、思うよ爪がまだ甘い、なくしたい望まない煙だから、大きな声で叫ぼう、マナー守ってよ愛煙家、当然よじゃなきゃ超炎上、これはスイマス島への挑戦状、マナー守りましょうと提案、マナー守らないの良くないじゃん、マナー守りましょうと提案、マナー守らないの良くないじゃん。 Yeah、ということで、私スワン島ナオのマニフェストは、なくしたい望まない煙です。皆さんの力でスイマス島を倒しましょう。これよりスイマス島の政見放送を始めます。お話はスイマス島党首長谷川忍さんと副党首スイ真澄さんです。我々スイマス党は国民の皆さんに問いたい。タバコを吸う人が嫌いですか、答えはノーではないでしょうか。なぜ私がそう言い切れるのか、そういった内容を我々がご説明いたします。短い時間ではございますが、ほんの少しの間我々の声に耳を傾けていただきたいと思っております。早速ですが、こちらのデータをご覧ください。実に吸わない人の多くがマナー違反による望まない煙は良くないと答えていますが、さらにこちらのデータをご覧ください。このデータによると、歩きタバコなどのマナー違反による望まない煙を減らすには
ある程度喫煙所は有効という意見が多く見られます。吸っても良い場所でマナーを守っているのであれば、タバコを吸っても構わないという意見が多く見られます。ということで、私の考えはこちら。マナーを守りましょう。もちろん皆さんちゃんとルールを守って吸っていると信じていますよ。でも一人でもルール破りのスモーカーが出ると、それこそどんどんスモーカーが嫌われ、どんどん肩身の狭い思いをしなければならなくなります。愛煙家の皆さん全員がマナーを守れば、タバコを吸わない方々に嫌がられることも減らせるはずです。なので皆さん一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。ということでお願いします。イエー、スイマストレペゼン、イエー、イエー、イエー、ああ、なくしちゃいけないあの居場所、俺らで守ろう吸える場所、なくしちゃいけないあの居場所、俺らで守ろう吸える場所。タバコが吸えない世の中は勘弁、オールスモーカーズまたの名をマイメン。煙たがられている俺たちならなおさら守らなくちゃだな。マナー吸いたい気持ちわかる人一倍、歩きタバコ迷惑人にしない。人間性まえ無理、言われないため減らす望まない煙。スワン島に分からせよう、勘違いだけじゃすげえうざそう、でもこのままなら増えるだろう、だから守ろう。マナーと吸える場所、なくしちゃいけないあの居場所、俺らで守ろう吸える場所、なくしちゃいけないあの居場所、俺らで守ろう吸える場所。みんなで吸える場所を守りましょう。吸える場所、 Yeah、 あの居場所、吸える場所。ということで、スイマスと長谷川忍のマニフェストは、日本の吸える場所なくしちゃいけないです。一緒に望まない煙を減らせるように取り組んでいきましょう。そしてスワン島を倒しましょう。